日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はそばについて、そば、おそばの話。つる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 、おいしいですね。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。前回はちょっと虫の話とかね、嫌なトピックでした。だから今日はちょっといいトピック、ね、食べ物の話ね。そば、そば好きですか皆さん。そば、僕はそば大好き。外で食べる、ね、レストランで食べるそばももちろん好きだし、家で食べるそばも好きです。特にこの夏の暑い時、夏の暑い時は冷たいそばを食べるのがいいですね。冷たいそば、例えばざるそば、ね、ざるそばというのはまあそうですね、冷たいそばですね。そばを茹でて、茹でると言いますね、こうボイルする。そばを茹でて、でその後水で洗います、ね、ちょっと水を使って冷たくします。でそばのつゆ、つゆというのはそのまあソースというか、なんかこう醤油みたいな、ね、醤油じゃないですよ。つゆというスープのようなソースのようなもので、そこにつけて、まあディップしてね、つけてこういうふうに食べる。日本ではそばを食べるときにこの音を出す、ね、すすると言いますね。こうすする、音を出すことは普通のことです。全然悪いことではありません。とてもとてもいいことかといえば、まあ皆さんが、ね、外国人の皆さんが無理に音を出す必要はないですよ、ね。音を出した方がいいわけではない。でも音を出すことは全然悪いことではない、ね、そんな感じです。全然悪いことじゃない、ね、悪いマナーじゃないですからね、はい。僕はそばを食べるときに、まあ普通ですよね、これぐらいの音、はい。多分ズル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 ってすごい大きい音を出す人がいますけど、僕はそんなに大きい音は出さない、はい。ちょっとだけね、ちょっとだけです。そして僕みたいな人はたくさんいます。ちょっとだけ音を出す、たくさんじゃない、はい。よくテレビとかでそばを食べるシーンだとちょっと音が大きすぎますね。あれはちょっとこう大げさというか、ちょっとまあちょっとアクティングというかね、まあそんな感じですよね。普通の人は小さい音でそばを食べます。まあ今度皆さんが日本に来たらちょっと見てみてください。他の日本人はね、音を出すと思います。だけどそんなになんかこう映画みたいに大きくはない、まあ普通にこれぐらいかな、はい。パスタと違いますね、はい。そばとパスタはちょっと違う。パスタは音を出さない、ね、そばは音を少し出す、はい。あ、ちょっとそばを食べたくなりましたね。このあとそばを食べようかな、はいはいはい。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。